さかねフラワーチャンネル始まります。皆さんおはようございます。これは今ラッピングしたものなんですね。今から、お花見会に伺います。ご招待いただいたので超嬉しいです。もうそろそろ花びらがハラ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 と散っておりますので、その動画とこのラッピングと一緒にお送りしたいと思います。最後までよかったらグッドボタンと、そしてチャンネル登録をしていただけると70代のフラワーデザイナーとっても嬉しいです。今からラッピングします。これを持って今から出かけます。お花見会楽しんできます。
こうの方がやっぱり透明感が、ね、ほら、いや全然ポシキンが倒れちゃった、いつもこう噛まれてみたい、花見弁当がいいんですか、そうよね、うわあ、ありがとう、そしたらすごい、そしてよし桜これもらっちゃおう、めっちゃ可愛いんやけど、これ怒られるや、取っちゃったよ、よいしょ、いや、めっちゃ可愛い、とても素敵な和モダンのお宅からお宅のキッチンから望む桜の花を眺めながら楽しい楽しいお話をして、そして美味しいスイーツもいただいてそのまま帰ってまいりましたが、早速お花を強制的にドライフラワーにしております。なんて真由美先生、残酷なことなんでしょうか。これはね、ボトルフラワーとかレカンフラワーに使うお花のために仕方がないことなんですよ。新しいお花をね、早く、一刻も早く強制的にドライフラワーにしないと綺麗なお花ができないんですよ。枯れかかったお花でね、綺麗なものを作ろうとするのはダメなんですよ。この強制的なドライフラワーは、まあ、お花にもよりますが、バラとかそれからパンジーとかね、薄い花びらでしたら1週間ぐらいでできますが、チューリップとかコチョウランのような花びらの厚いものは2週間から3週間、時期にもよりますね。寒い時期はやはり長くかかります。夏のように暑い時は1週間ぐらいでできたりいたします。それはまあキャリアがいりますので、また詳しく動画に撮りたいと思っております。それでは皆さんもちょっと10人以内で集まって女子会などされてはいかがでしょうか。それでは皆さん、長い間ラッピングから始まり、それから花見、お食事会、花摘み、そして強制的な感想まで長きにわたり見ていただきありがとうございました。それでは皆さん、ごきげんよう。またぜひ見てね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。70代のフラワーデザイナー、これからもよろしくお願いいたします。 Thank you.